今木青、八坂島三池神社は、埼玉県小玉郡上里町大野の,の利根川支流の唐津川沿いにある神社。祭神は、伊吹子主名、豊池姫命の,の二柱。武蔵国上軍の縁起式内、今木青、八坂島三池神社の論者、旧社格は、賢者。高度な稲作技術を持った、トライ系氏族が、唐津川沿岸の大野に、稲作の神、 とゆけひの血を守護神としては同四年に創始した。その後、虎池氏族の衰えにより荒廃し、今木屋を矢坂と御池神神社の社号は失われ、稲荷社と呼ばれていたが、現行年間に、日田義貞が金久保城の鬼門除けとして再建した。この時に、鬼門除けのため、原江戸詩人の一心、伊吹子守名が誕生されたと思われる。延三年に、 俊子義宗が金久保の領主となり、戦勝祈願した。常時2年に関東官令となった上杉範明が金久保の領主となり、大安元年に国境の平穏を祈った。大英4年に斉藤森光が金久保上主となり、新田氏と同様に城の守護神とした。天正10年6月には武蔵国上軍が織田信長の家臣の滝川和と、 北条氏政ら北条軍の神田川の戦いで戦場となった。陛下により社殿が消失した。天正19年1月に金久保の領主となった川久保信都氏が天正19年に消失した社殿を再建、神田が寄進された。川久保信都氏は武田信玄の弟、武田信実の子にあたる。元禄七年に、 カラス川の氾濫で社殿が流された。流された本殿を引き上げ、高くした基礎状に修繕を加えて再建した。元禄11年に川久保信都市の孫、武田信貞が丹後国に転了した。金久保城は廃城となり、当社は衰退していった。原文3年には、地頭から鳥居の再建、京米の奉納があった。 開エ年間には、児童から、社殿の修繕、神田が寄進された。明治5年には、社名を、稲荷社から、現在の、今木屋を、八坂東と池上神社へまた称した。社格一の鳥居の変額拝殿の変額合詞、ありがとうございます。